唯一現存するローマ帝国のウェクシルム再現された、ローマ騎兵隊のウェクシルムウェクシルムは、古代ローマ軍の軍機。厳密には、現在の旗に含まず、ベクシロイトに分類されることもある。ラテン語のウェルムは、ほを意味する。コイニや彫刻などの発掘品による、考古学調査でも裏付けられている通り、ウェクシラは本来、小さなほという意味で、旗のようなもの一般を指すものだった。 また、近代以降の垂直な柱に直接吊り下げる形とは異なり、ウェックシルムは支柱などから吊り下げられた水平の棒から垂れ下がる形であった。ウェックシルムを掲げる騎士はウェックシラリウスと呼ばれた。ウェックシルムは、それを所有する部隊の象徴であり宝であったため、ローマ兵は戦闘時には前線にウェックシルムを押し立てつつも、常にこれを奪われぬようを守った。 ただし同じ軍団機の要素であるアクイリアと比べると、重要度はやや落ちた。軍団が必ず要するアクイリアに対し、ウェクシルムはウェクシラティオのような、より小規模な部隊の象徴であった可能性があるが、現存する資料では全容を明らかにできていない。現存する唯一のウェクシルムは3世紀のもので、モスクワのプーシキン美術館に所蔵されている。これは女神。 ビクトリアが描かれた荒い理念の布で、形は47、50センチメートルのほぼ正方形であり、下端には房飾りが残っている。このウェクシルムをどの部隊が使ったのかは明らかになっていない。発見されたのは1911年直前頃のエジプトであるが、その正確な経緯も不明である。ローマ軍の旗や標識、軍楽器など、ウェクシルムやウェクシラという言葉は、 抗議には生物やリコンなどに対しても使われた。街を守るパラディウムとタイになるように攻撃時に掲げるものをウェックシルムと呼んだようである。気象学の英名ベクセララジーはウェックシルムを由来としている。またウェックシルムのように現代の一般的な旗の形式を取らない印はベクシロイドと総称される。現代のイタリアのほとんどの州では今でもウェックシルムが使われている。 また、ローマ皇帝コンスタンティヌス一世がウェクシルムの槍の穂先をヒーローに変えたラバルムを使用するようになってから、ヨーロッパのキリスト教国の紋章記などもこれに習って、ウェクシルムの形態で掲げられることがあった。中世ヨーロッパでは水平棒から旗を垂らすウェクシルムによく似たゴンファロンが用いられた。20世紀前半にアイルランドで成立したカトリック団体、マリア軍団は、 ローマ軍団風の名を取ったのもあり、ウェクシルムをシンボルとしている。vexilum.flagspot.net, リリーブドマーチ18 2011、2011vexilum.flagspot.net, リリーブドマーチ18、2011ab, ロストブトセフ、マイケル、ベキシラムビクトリー、 The Journal of Romance Studies 32-92-Doy-10.2307-296463J-Star 296463Rost of Tosef, P106Ryan, William Francis, The Bass House at Midnight, Unhistorical Survey of Magic and Divination in ロシア Pianissimo 237-239-1999 ペンステートプレス、ISBN0271019670、9兆7802億71019673。ありがとうございます。